やん。サイバージグ釣れるわ。すげえ。サイバージグ。皆様こんにちは。のぐチャンネルへお越しいただき誠にありがとうございます。本日は社員がルアーのジグが作れないこと、そんなようなことを言ってきましたので、私はルアーのことは一切知りませんが、チャレンジしてみたいと思います。私こう見えて製造業ものづくりの経営者の端くれでございます。ちょっと考えてみます。ルアーのサイズはどのくらいなんでしょうかね。まあ大物を釣る、大物、こんくらい大きいものというと、だいたい10センチから8センチぐらいのものですね。あと重さはどのくらいですかね。30グラムぐらいを狙うということですね。わかりました。イメージは私の少し斬新なスタイリッシュなイメージで考えてみたいと思います。品名メタルサイバージグ。完成しました。完成しました。それではこちらのジグへの思いの説明をしたいと思います。今回試しに3つを作ってみました。もうすでにメッキも終わっております。通常は鉛に対して今回は SS400 の鉄を使っております。なんか鉛は重たいので比重が11少々ありますので、鉄の方が少し軽いようです。なので少しサイズを大きくすることによって大きな魚がガブッとこの重さでいけるということを考えています。それではまず重さを測ってみたいと思います。ミッキーがかかっているの で、今回このメタルジグ製図時間は5分です。作成時間はそうだな、2時間ぐらいかかっちゃいましたかね。ワイヤーカットという機械で板厚6ミリの SS400 の鉄に対してこのような角度で切り取りました。側面ですね。さあそれでは明日からゴールデンウィーク、私諸事情がございまして、ちょっと私自身は釣り側にお出かけすることできないんですけれども、社員の精鋭たちに託しますんで、結果は乞うご期待です。ドロン。動画です。でかい、でかい。見えてきた。あ、でかっ。ほぼや。いやいや。やっぱサイバージグ釣れるわ。すげえ。サイバージグ。
これも釣れるな。めっちゃ走りますね。そっちは行かない。見えてるけど。あ、2匹ついてる。え、2匹ついてる。はい。途中でもう1匹ついてたのか、走って。だから途中で重くなった。最初ね、重くなかったんだよ。サバかな？サバだな。ここは回収できるけど絡まっちゃう。いやデカサバよいしょ。はいよー、いいサイズデカサバ。でもサバはちょっと